全協で鹿児島は全9部門中6部門で最優秀となる主席を獲得しました。実質的に日本一といえる圧倒的な成績を収めた鹿児島県勢、その結果を部門ごとに紹介します。若オス部門の1区です。こちらは鹿児島が得意とする部門で、前回大会でも主席でしたが見事連覇です。県肉用牛改良研究所の白浜よしが最優秀となる主席を獲得しました。次の子どもたちの時代にまたそういういい子牛が生まれてくれば、ただそれが一番望ましいことだと思います。若メス部門の肉は大分、宮崎に次いで鹿児島の三ヶ郷が3席となりました。肉とは月齢が異なる若メスが競う3区は宮崎が主席となり、鹿児島は宮牧宮下牧場の優子が2席でした。3頭以上を出産したメス牛が3頭1組となって競う4区は鹿児島が主席を取りました。アイラ和牛育種組合のヤスコ、テルハナ、サキの3頭です。母、娘、孫娘の3世代が1組となり、改良の成果などを競う5区は鹿屋市宮園春夫さんの小鶴、夏美、さくらの3世代親子が見事主席獲得です。同じ父を持つメス牛と枝肉を一つのチームとして総合的に審査する6区。鹿児島はメス牛の部門で鶴田久美さんのスミレヒレ、上別府真紀さんの逸見92とヒデコ、前田隆二さんのカリナキオの4頭が2位となりました。枝肉部門もエゴ畜産の亀吉、中山畜産の聖治37、新地正清さんの即子1154の組が2位となり、総合で主席を獲得しました。鹿児島の6区制覇は初めてです。やっぱり主流の部でももちろん一番を目指してましたけど、まあ、総合評価群なんでもう胸を張って、帰れると思います。枝肉の脂肪の質を競う7区は宮崎が主席となり、鹿児島は5席でした。巨生肥育牛の枝肉で競う8区は鹿児島が取りました。牛の中山の南迫が主席獲得です。高校や農業大学校の将来の担い手たちが競う特別区も鹿児島です。総高校の生徒とシエナ号が主席となりました。やっぱり仲間の大切さや命の大切さを学べるいい機会だったと思います、ね、先輩方や経営の方々に学びながら、これからの和牛に関わっていこうと思います。はい、ということで、はい、改めてこちらが全9部門の主席の一覧表ということなんですが、はい、鹿児島勢の活躍が本当にこれ一目で分かりますね。いや、そうですよね、9部門中6部門ということは全体の3分の2、はい、そこで一等賞主席を獲得したというのは本当に素晴らしいですよね。そうですね、はい、そしてまあ主席でなかった区でも本当に好成績を収めたということで、はい、和牛王国鹿児島ここにあるということだと思います。そして4区ではこの主牛の部で内閣総理大臣賞を受賞しました、ですからこの鹿児島は和牛の繁殖能力が日本一とこれ言えるということになりますね、で鹿児島は前回大会では総合優勝を果たしました。で今大会では総合優勝というものは設定されていないんですけれども、やはりこの成績見ますともう堂々と日本一と言える、そんな素晴らしい結果だったと思います。関係者皆さん本当におめでとうございました。おめでとうございました。